んばんは。今日は6月3日、金曜日です。12時に4日になりました。ライブ配信52回目。もう本当、あっという間に時間が過ぎて楽しく迎えられました。ちょっとそれも、一人に応援していただいている皆さんのおかげです。これからもちょっとゆるりとまったりとしたライブを続けていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ということで、今日はですね、ライブ配信までお風呂も入って、ちょっと顔、泥パックみたいなのもやっとったんですけど、時間も時間で経ったので、お酒の手を一品、サクッと作って、飲んで寝ようと思います。ということで、今日はですね、ムニライトさんに教えていただいた長芋のレシピ。まず、長芋が容器あるんで、そのレシピ一つ目を試していきます。で、長芋を千切りにして醤油と卵で食べたら美味しいということで、それやっていきます。はい、長芋、北海道産、キメが細かくて粘りが強い和田さんの長芋、粘りスター、これを使用していきます。ちょっと半分ぐらい使用かな。これぐらい、そういうことこんなもんでいいんじゃないですかね。皮を剥いて千切りですね。よし、洗おう。縁っこの端って一緒やけど、切って、これは捨てる。ちなみに、赤っぽいのは酸化してるっぽいんで、大丈夫みたいです。さあ、千切り。これをちょっと細く切っていって、よし、OK。じゃあこれボウルに入れて、卵をどれぐらいかけるのかな。そう、これも飲めんです。切りました。で、これに生卵とちょっと割っていきましょうか。よし、はい、我が家の醤油、だしつゆ、煮物の味付けから麺のつゆまで本醸造醤油と鰹節に仕上げた本格だしつゆです。本品は本醸造醤油に吟味した鰹節、サバ節をたっぷり使い、プロの味に仕上げたコクのある風味豊かなつゆの一品です。そうめん、そば、うどんはもちろんのこと、煮物料理、丼物、天つゆなどあらゆる和風料理に簡単にご使用いただけます。ということで、だしつゆをこのもん、入れすぎ？ちょっと入れすぎた感もありますが、若干。まあ、よしとしましょう。お酒飲むから、ちょっとこれぐらいでもいいんじゃないですかね。ちょっとこれ混ぜていきます。超簡単。はい、これで。うわ、超簡単。はい、ムニライトさんありがとうございました。長芋の卵醤油漬け、美味しそうです。じゃあこれで、じゃあビール、最高の瞬間ですね。おお。はい、今日はですね、ムニライトさんありがとうございます。長芋の簡単な一品。お酒のあてです。食べます。さあ、いただきます。ちょっと、こう、例のごとく、たくさん飲みます。うん。うまい。うまいとしか言いようがない。では、これ食べてみましょうね。長芋千切り、千切りになってないですけど、だしつゆと卵、生卵をかけただけという、そして取れない。ツルツルして取れない。うわ、どうしよう、これ取れない。取れない。取れない。うん、無理くり。よし、食べてみます。正直、長芋の味あんまりしないけど、この、卵とだしつゆでそれだけでうまい。で、このぬめり感がまたいい感じ。うん、美味しいです。
いただきます。生卵がうまい。もういいですね。うん、長芋もあんまり感じないけども美味しい。もうちょっと食べてみよう。長芋結構火たったけど、これ大丈夫なんですね。ありがとう。シャコシャコした歯ごたえと、もう無味でありますけど、長芋ってわからない、もうその味が、卵の味とだし粒の味が強すぎて。でも、本当に卵かけご飯好きなんで、もう美味しくないわけがない。もうその卵とだし粒の味だけでなんぼでもいけそう。美味しい。はい、では今日は何を、ちょっと質問をこれにしようかな。ちょっとなんか質問、いろいろ毎日毎日レシピ使ってるんで、同じことを2回答えといたらごめんなさいね。今日はみっちゃんさんに教えていただいた、ともくんの中でのおふくろ、おばあちゃんの味って何ですか？なんか答えたような気がするな。おばあちゃんの味はやっぱり煮物ですね。煮物。おばあちゃんはやっぱり、おばあちゃんの味って言ったら煮つけですね。その酒とみりんとで、こってりと、なんか前にもこれ答えたような気がするんで、ちょっと心配なんで、もう一問いきます。うん。しのぶさんからの質問。もし結婚したらやっぱりおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしますか？うん。理想は、やっぱりじいちゃんおばあちゃんも年を取ってきてっていうことはあるんで、一緒に暮らしたいですね。で、じいちゃんおばあちゃんの、まあこれからまあ年を重ねていくので、必要があれば介護とかもしながら、まあ、場合によってはサービスも使いながら、一緒に暮らせたらなと思います。それが理想。でも現実としたら、それを一緒になってくれる方が、まあ、今後結婚とかすることがあったらお付き合いしているのか、そこを許容してくれるのかどうか、受け入れてもらえるのであればそれが一番いいし、それを負担にさせてしまうのであれば自分中心にできるようにするのか、相手次第のところはありますけど、相手は別にもう住みながらも自分がこう見れるような環境をなんとか模索しながら作っていくのか、ちょっとわかんないんですけど、相手次第ではありますし、理想は一緒にいたいですけど、相手に負担をかけてしまうのかどうかっていうところっていう現実面を考えながら、自分が力になれるように見えていけたらなというのは本音ですね。まあ、相手と相談してになるでしょうか。ちょっとリアルに真面目に答えましたけど、お酒飲みますわ。はい、ということでもうちょっと12時半になりますので、今日はこれで終わって上でゆっくりと飲みます。岡田准一君の映画今日やっとったんで、それちょっと撮ってたんで、それ見ます。ライブ中やったんで、映画見たかった、だけどライブを見てくださった方は申し訳ないです。ありがとうございました。はい、ということでですね、引き続きですね、我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみや、あとは巷で流行っていて試してほしいこと等々挑戦していきますので、また教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。では、失礼します。アディオス、カシオス、バルス。では、良いお酒を。